コリエンテスはアルゼンチンのコリエンテス州にある都市で同州の州都。パラナ川の東岸に位置する。2001年の国勢調査によると人口は32万1902人。グアラニー語では流れを意味するタタギと呼ばれる。州の経済の中心地で官庁や政府機関が置かれている。コロニアル様式とモダン様式とが融合した境界軍や紫伊兵。 アメリカデーゴ、ジャカランダ、オレンジなどの林があり、国内最大のカーニバルも模様される。年平均気温は、摂氏21度、年間降水量は1400ミ、mm、リメートルから1900ミ、mm、リメートルで、ある。グレアムグリーンのスパイ小説、名誉領事に登場する。1516年に、フアンディアス・デソリスが遠征で、グアラニー族の地域に到達したが、一体は襲撃され。 ソリスも遠征途上で殺害された。1527年に、セバスチャン・カボットが、パラナ川上流に、サンクティスピリトゥートリデを築き、1536年には、ペドロデメンドーサがさらに北の銀の産地を探索した。フアントーレスデベライ・ヤラゴンが1588年4月3日に、サンフアンデベラ・デラスシエテ・コリエンテスという名の町を建設し、これが後に、 コリエンティスに省略された。七つの流れとは、パラナ川がこの付近で形成する七つの半島のことで、これにより川の流れは複雑で急になる。パラグアイの首都アスシオンとブエノスアイレスとの中間地点という要衝にあたる。標高55メートルという立地から川の氾濫に伴う洪水は避けることができた。1615年にイエズスカイシラが、 ウルグアイ側沿岸に入植し、1807年には侵攻してきたイギリス軍と戦った。独立戦争では一貫して、ブエノスアイレスの中央政府と対決したが、三国同盟戦争中の1865年にパラグアイに征服されると、ブエノスアイレスと同盟を結んだ。国道12号線がブエノスアイレスやポサーダスとの間を結んでおり、 パラナ川対岸のレシステンシアへはヘネラルベルグラーの橋が架かっている。近くのパラグアイ国境には世界最大級の水力発電施設、ヤキレタダムがある。市外から5キロメートルほどのところにドクトル・フェルナンド・ピラヒーネ・ニベール国際空港がある。ありがとうございます。